はい、こんにちは。こんにちは。はい、今回ですけども、はい、前回ね、ここ、A ピラーのところを、だいぶ前だけど、塗装したんですよ。まだポリ君と出会う前に。相当昔の。そう、相当昔。で、今後後ろをこうやっていって、天井もやりたいっていう話をその時してて、はい。やっと今回ね、ちょっとやろうかなと思って。今日は染め球を使って。B ピラー、C ピラーと、あと、天井ね。はい。天井とこっちじゃない。だから。はい。を塗装していきたいなと思うん で、結構内装って、なんだろう、バラすことでみんなあんまないと思うけど、なんか、採用の程度多分結構やってみたいとか、あると思うんだよね。でちょっとね、外し方はちょっと細かく、ここを外していきますっていうのはちゃんとやった方がいいかなと思うんで、まあ皆さんの参考になればと思って、やっていきたいと思います。はい。じゃあ早速やっていきましょう。はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい。じゃあまずね、A、B、C ってピラーがあるんで、まあ A ピラーと B ピラーを抽出するために、はい。まずこの、なんていうの、雨漏りがある。フェザーと言はい。どうかな。これを取りたいと思います。バキッ。で、あとは、これ破れてるんだよ、これ。マジですか。ああ、ひどいっすね。こうやってもないんでしょ。中古探すしかないんですかね。そう、だから今探してるんだよ。誰かいらない人いたらください。だいぶ硬くなってそうですね。はい、取りました。はい。引っ張るだけですね。内装ファーシを持ってきました。この間買ったやつね、アストロで。おお、すごい取れたね。これ取れるか。音が怖いですよね、バキッと。おお、取れました。もこれね、一箇所破れてるんだよね、こっちは。そう、あ、そうだそうだ、俺さ、一個思いついたのが、前さ、このカーナビじゃなかった時にさ、はい、今、ナビついてないからさ、はい、これ、天井の中入ってるじゃんね、はい、これを下ろしたら全部回収できるよ、ね、あー、そうです ね、一石二鳥です。綺麗にできるチャンスですね。はい、ということで今 A ピラーが外れました。はい、じゃあ次は B ピラーに向けて行かないといけないんで、どこになるのかな。とりあえずリアもゴム外して下から順番に取っていかんといけんね。はい、じゃあ次は後ろのフェザートリップを取ります。はい、取れました。初めて外したんですよ。マジ？うん。いや、初めてだね。それは嘘だ。普段外さないから音がすごいね。うん、硬いですね。次は中ですね。下から取っていく。はい。これをめくるってこと？これを取らないといけない、次。はい。なんていうか知らんけど。これで取れる？まあ、クリップ止めなんで。もうやったことないから、そう、ポリ君はね、もうやってるもんね。あれはもうやりたくないと思ってますね。二度とやりたくないと思うんですよ。これ、左右からやった方がいいってことだね。あー、そうかもしんないですね。なんか、あとはさ、どこがひっついてるか全然わかんない。あー、覗き込んで、なんか爪のあるところを狙って押してかんといかんすね。こういう時に使えるのがこれです。アストロプロダクツ。ツーバックス。ワークライト。これ、上は取れてるんだね、これ。そうですね。下のクリップがなんか強かった気がします。こういったな。取れましたね。抜けましたか。おそらく抜けたぞであろう。反対側も、うん、ここいますね、1個。はい、ということで、ちょっとここを分解しようと思ったら、なんだろう、これね、やりにくいんだよね、これ。なんか。どこが外れるのかよう分からん。そう。多分これがこう、なんか、こう、上下させるやつだから、この、ここって取れるはずなんだけど、取れないんで。で、よく見たら今、この裏側に、これを止めてる、これ、うん、ネジが2つ上下にあったんで、それをちょっと緩めて、全体的にガバッと取って、後でこれをばらそうかなと思います。はい。14ですね、14が上下についてます。あ、緩んだよ、うん、こういうの本当ネジ頭を舐めないようにしないと。そうですね、工具が入りづらい場所だと。よく確認して外すようにしないと。これはね、事故のもとですよ。このままね、意外と真下から入るからやりやすい、スペースが
おーっと、取れた。ごっそり外れました。今からこれをバラすと。じっくりゆっくりバラしていきましょう。あ、今とりあえずここまで来たんだけどさ、入り爪がなかなか、うん、でもさ、これっぽいんだよね、ここ。ほら、緩むじゃんね。調べてる間にいつの間にかポリ君がバラしてるという、挟まってるって感じなんだ。なんかあと一息なんですけど。確かに。あ、来ました。取れましたね。取れましたね。まあ、どうやってやった。とりあえずこの上側に覆いかぶさってる感じだからなんだね。うん、そうですね。この上側にちょっとドライバー突っ込んで浮かせて、突っ込んで浮かして、あとはかかってるところを引っ張り出すような感じだね。あざす。はい、じゃあこれであとはこれを取れば救出できると。抜けるはずなんだ。これもうすごい苦労するやつ今から。それもやっぱ車両に固定した状態じゃないと厳しそうですね。いりませんね。一旦戻した方が早いかもしれないですが、こういう時は、こういう時は、ああ、私はね、非合法なんで。パワーに戻りますよ。出ました、パワーに戻りやせて。ああ、早い早い、感動です。分解できました。はい、これも色塗りましょうね。そうですね、せっかくなんで。はい、はい、じゃあ次は、あ、とりあえずじゃあ B ピラーまで終了ですかね。意外となんか大きなトラブルは今日はあんまないね。サクサク進んでますね。あれだけど、うん、カバーが。これでフロント周りは制覇しました。ミスター純一の車はいつでも踊り車になるよ。ネジはついておりません。リアシートフリーで。いや、これだってさ、サーキットとか行くときにさ、タイヤ物もしたりするときにちょっと取れた方がいいからさ。うん、そうっすね。これも塗っちゃうか。直に。リアシートはここね。はい。リアシートはここ。はい。あと、こっちの座るところは、ここに大きなネジが確か何本だったかな。1本ずつですね、左右。左右に1本ついて、多分14とか、うん、大きいのがついてます。で、これを取ると。はい。シートベルトは外さないんだよね。まあ、完全にシート出さなくてもいいかもしれないですけどね。ちょっと浮かせて前出せばピラのとこフリーになるじゃないですか。あ、ね、ああ、外れました。まあ、こんな感じにしとけばいいかな。はい、うん、じゃあバラす分には、うん、あんまりバラすぎるとね、後ではまんなくなっちゃうことが出るかもしれないので。はい、スピーカーボードは取らんでいい感じだね。この感じだと。はい、はい、はい、Cピラー編今ね、ここもなんかフリーやな。フリーっていうか緩めですね。もうクリップがあんまよろしくない状態で、それでもおそらく、まあ、この辺引っかかりがあるか、ここ入れるしかないよね、もう。うん。取れた。見た、これ穴開いちゃう。あ、取れた。で、私は何もしてません。はい、取れました。はい。これで反対も同じようにやれば、あと屋根が落ちてくると。まあ、そうっすね。原理的に言えば。はい、大きいんですよね、結構。意外とでかいね、外したら。あとは ABC って今バラし終わったから、あとはこのつり革、うん、つり革と、あとバイザーと、バイザーを左右取って、ルームランプとミラーですね。これを下ろせばもっと落ちてくると。はい、落ちてくるんだな、これ。なんか若干くっついてた気がします。ほんと、はい、じゃあとりあえずここだな。次はつり革を取りましょう。はい、見えますかね、ちょっと浮きましたよ。ここからね、こう入れて、なるべく内側の方から、そう、こうグリッとやれば、こう今浮いたんで、こっちもね、内側にずらすと、あのネジが出てくると。おー、じゃあ今度はプラスドライバーか。はい、おお、ちょっと落ちてきたね。取れました。左右緩めたらトンと落ちてきそうなやつやね。そうですね。なんでそのあたりバラすのはなるべく最後の方がいいかもしれないです ね。まあこんな感じで取れるということで。はい、次これか。前のルームランプを渡します。うん、はい、取れた。次はこれ行こうか。こんな感じ。はい、ああ、意外とすんなりいったね。飛んできましたが、飛んでたものはこちらになります。取れるとネジが出てきます。こんな感じでね、ネジが2つ出てくるんで。
はい、ということでこれで半分終わりだな。そうっすね、まあ、あと反対側はスキップかな。はい、とりあえず反対側まで、うん、これ見た感じラインになりましたね。はい、この辺ちょっと外すと天井落ちてきちゃうんで多分、はい、おそらくで、どう見てもねこの大きさを外すにこのドアから抜かんにゃいけんわけだけど無理だよね。まあそのままじゃ引っ張り出すのは難しいですね。ここもさ少しは隙間があった方がこんだけね、だからこれをちょっと外さんにゃいけんみたいなの、はい、オーディオここまでか。そうですね、外したいと思います。はい、さあ堀君、はい、無事にここは外れました、はい、この辺りのパネルはなんとか焼きそばがすごいことになってます。天井を落としていきたいと思うんでここの4つネジ今止めてるんで、はい、ここだけ取っちゃえばもう落下していきます。で今から落としたいと思います。屋根が落下するまで3、2、1。まだ落下してきませんねまだ引っ付いてますね。はい、それで引っかかるところは取れたんで。振ってきました。後半へ続く。